ポケモン抽選パ。ルールは簡単。箱の中から6枚引いて、その描かれたポケモンでパーティーを組み対戦をする。階級ごとに使うポケモンを決め直し、抽選パでマスターボール級を目指します。スイカです。今回スーパーボール級のパーティーを決めていきます。前回のパーティーはあまりにも強すぎたので、今回はちょっとあまり期待できないかもしれませんね。一発目はルージュラ。これはね、何でもこいつできるので当たりの部類ですね。防御ペライノがちょっと不安ではありますが、マギアナは今回使えないルールなので別のポケモンを使っていきます。ムーランとか悪くはないね。威嚇とかも使えるので結構扱いやすいポケモンではあります。何で押すちゃうねんお前は。こいつはハズレです。ごめんなさい。マッキョはこれはステルスロックとか起点作りに使えそうなのがいいですね。さあ、デースのポケモンが欲しいな。あ、まあ、まあ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 、お前は確かにデースのポケモンやけど、伝説やけど、ちょっとわけが違う。モコウ。まあ、戦えるんじゃないですかね。ウーラオスが、やばすぎる。対戦よろしくお願いします。選手図としては先発ヒートランからで、あとは適当にって感じです。あ、ウオノラゴンからね、全然いいや。これはむしろありがたいですね。オッケー、ヒードランがちょっとびっくりするぐらいに出し巻きみたいな感じになっちゃいましたけど、これはこれで一応悪くはない。なぜならルージュラで、乾燥肌でキャッチができるからですね。もうなんかこれで、なんか変な技切り替えられるとちょっと嫌ですけど。オッケー。で、多分これザシアン来ると思うんですよ、こだわってたらね。もうこれこだわってなかったらもう降参よ、マジで。で、さすがにザシアン来るから、ここでダイモンズで一本釣りします。こだわりスカーフ OK。こだわりスカーフなの分かった。ザシアン来る。で、これで、格闘タイプの技持ってたら、ここヒートの対面突っ張ってくるから、ここでダイモンズをぶちかましていく。このルートでいきます。今のところは台本通り。台本通りではあるんだけど、ザシアン攻撃を通させてくれるかどうかなんだよな。まあ、最悪、オロラゴン交代してきても、OKOKOK。一応、やけど狙うことができるから、そういう意味でも、まあ、一応有利に立ち回るっちゃいけるんですよね。よし、これは当たるね。よーし完璧。今回のスーパーボール級の動画多分、ヒードランがこれをするだけで終わるかもしれんな。マジでそれ説がある。うん。ここ、突っ張りましょうか。最悪他のポケモンたちはいなくなってもどうにかできるんで、ここはもう、悪の波動でいいんちゃう？大地でいいかな？大地が軽く出るし。うん。ここ、激鱗も見えますからね。うん。ああ、そういう感じね。だとしても耐えるんだよ。いいね。いいじゃん。OK、噛み砕くも耐える。完璧。さて。では、エース、行きましょう、ムーランド。今回は、仇討ち取っておき方です。で、特性、肝っ玉なので、ポットレスが来ても、怖くはないよ、というわけで。もう、こっから適当に仇討ちで。まあ、交代むしろされる方がありがたいまでありますね。誰が来るか知らないですけど。タルップル！いやいや、無理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 。タルップルじゃ受からんよ。あんまりうちのムーランドを舐めてもらっちゃ、困りますぜ。いいねえ。あー、はいはいはい。これは、オッケー。お盆の実っていうことは、これもう多分回復間に合わないんで、自己再生もちょっとめんどくさいですね。でね、ここでね、ルージュラに交代したとしても、結局のところ、あー強、急所じゃんこれ。とっておき強っ。むちゃくちゃやな。さあ、ここで相手はエラ髪をしようにも、ルージュラでキャッチされてしまうから、ここはもう激鱗を打たざるを得ないんですよね。まあ、激鱗は、ちょっと一発耐えるか怪しいけど、ウロラゴンぐらいだったらギリギリ耐えるんちゃう？余裕やったわ。おー、いいね。対戦ありがとうございました。かっこいい！はい、今回の動画はルーティン化です。対戦、よろしくお願いします。全然勝てへんねんけど。これどうすりゃいい？絶望的なんですが。
相手のパーティーかなんか、お前、スーパーボール級のパーティーじゃないんだよな。なんかもうちょっとさ、なんか平和的なパーティーが、僕としては来てほしいのに。パーティーがね、穏やかじゃないんですよね。驚くほどに。ここはステルスロックから行こうかな。さすがに相手から見ても、まあ、自信は飛ばしてきてもおかしくはないんですけど、バンギラスも、まあ、バッキーは一応腐っても地面タイプなんで、そこも嫌がる可能性が全然なかったわ。はい。なかったけど、あんまり強くないね。ああ、そういうこと。っていうことは、これもしかしたら、ステルスロック持ってるタイプのバンギの可能性が十二分にあり得るので、まあここは一回あくびガチャかな。一応お盆の実持ってるので、まあ少々 HP を残した状態で耐えることができるから、まあそれは悪くはないかな。突撃直系バンギっぽいですね、この感じでいくと。まあ全然いいでしょう。相手の砂嵐もちょっと流用させていただこうか。そんな感じで、タイヨロ。あとはザシアンとブラッキーあたりでしょうか。まあ、全くもってわからないですけど、相手の砂ダメージとステルスロックダメージで、じりじりと削って、最終的には、ヒードランと、そしてルージュラ、この3匹でなんとか持っていきたいですが、バンギラスを削らないと、ちょっとやばい気持ちはややあり。なるほど。まあ、トンボ返りぐらいでも全然大したことなくて、これ物理アタッカーですね。多分ドラパルトはキアウサスキと見て、バンギラス来んのかな？バンギラス来たらもうそこにもう自信ぶち当てたいんですけどね。バンギラス、はい。うん、この勝負割とバンギラスを自信で削るゲームかもしれませんね。相手としてはなんかトンボ返りでちまちま削りゃいいやろみたいな感じにも見えますし。まあ、そうかバンギラスが眠ってくれるかの。まあ、どれかになるかな。で、苦し紛れの、ここ、バンギラス交代っていうことは、まあ、後ろはこれ、ナットレイもいないでしょうし、いや、おるんかい。これ、眠らしてくんな、多分。絶対眠らしてくるやん。ちょっと、こいつ、こいつ、眠らしてもあんまり後がないんだよね。悲しいことに。まあ、ザシアンがいないことが分かっただけでも収穫かもしれませんが、残念ながらルージュラでどうにかできる相手でもないんですよね。じわり打つか。はい。まあ、宿り木が来る分にはまあ僕は全然いいんですけどね。まあ、ここを眠らされるのは分かってたんで、宿り木の種でチューチュー吸われるのは結構嫌だったんで、こういう感じで処理を取りましたけど。まあ、そうね。ナットレイか。まあ、地割れで。おー、いいね。まあ、別に、まあ、ナットレイは正直、どっちでもいい気持ちはあるんですよね。ここについてですが。まあ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 。この感じなら、悪くはないですね。で、バンギラスも、これでいい感じに HP を削れているので、突撃直下、のバンギラスの気合い玉を当てさえすれば、その後は安泰になるんとちゃいますかねっていう感じで頑張ろバンギラス。はい。頑張れルージュラ。ここルージュラ出す理由としてはもう極めてシンプルで、結局アーシャン立ってくれんだね。そう、ドラパウトと対面したとしても、結局のところ、ドラゴンアローで蹂躙されちゃうんですよ。え、マジでここ当たらないのでかすぎるぞ。え、マジで、あ、ちょっとここはエッチはでかい。絶対もう紙砕くで終わりやんみたいな感じの雰囲気になってたけど、これもエナジーボールでいいっすね。よし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 、なんか運がいいぞ、今のところ。上振れの大きな。よーしよしよし。まあこれあくまでも結果論ではありますけど、最初のバンギとバッキの対面は多分自信で削りに行くのが正解でしたね。まあ、古今東西バンギラスはいろんな方があるから弱点補給踏んだ場合が結構めんどくさいなと思ったんですけど、この場合だったら多分結果としてこれで良かったのかもしれない。あとは悪の波動をぶち当てるだけのゲームなので、まあ僕は竜の舞は絶対できない対面なんで、おそらくドラゴンアローかシャドウダイブ、ゴーストダイブか。
まあ、してくるんじゃないかと思います。よかったよかった。こだわりハチマキかな、なんかタスキかなとは思ったんですけど、バンギラスと合わせてるドラパルトってなんかこだわりハチマキ臭い感じはありますよね。ハチマキでもまあ一発は耐えることはできると思うんですが、うーん、なんかハチマキっぽいね。さあ悪の波動でおらー、よし対戦ありがとうございました。いやまあそこはまあ当たろうが当たらないどっちでもよかったのかな。まあ運が良かったです。